はい、じゃあ次は2階の方見ていきたいと思います。行きましょう。テントが一つ建てられてますね。タープとセレクトショップさんではやっぱテント張ってるとかすごい珍しい、ね、珍しいです。大きな店舗さんとかやったんですけど、まあ、ちょっと張り替え行ってるんですけども、あ、まあ、今物がないんでないんですか。作れてないですね。あ、そうなんですね。こちらは、コディアックキャンバス、キャンバス、うん、っていうテント、珍しいテントですね。アメリカのテントで、うん、まあ日本に正規代理店があって、はい、はい、そこがインターネット販売やってます。ああ、そうなんですね。それと実店舗は日本でこちらだけです。あ、そうなんですか。日本でこちらだけですって、すごいですね。テントさんしか見れないテント通りで見たことないなって思ってました。可愛いですよ。なんか家みたいですもん、ほんまに。そうですね。ね、まあ、このテントはコットン 100% なんです。あ、そうなんですね。だから、夏場は、うんうん、熱がこもらないで、あ、一番涼しい。あ、そうなんですか。で、冬場は中で暖取っても結露が出ないです。一番快適に。ただ、重たい。これで35キロ。おお。きっちり乾かさないとカビがきます。だから乾かしてください。重たい。重たい。重たいですけども、通ると生地とに分かれるんで、半分半分ぐらい。これで35キロ、両方足したね。あ、全部で。うん、あ、で、なんといってもこのテントの特徴は一番快適なのと、ガイロープ張らないんで、これが入れば立つんです。まあ、そういえばガイロープないですね。はい、それと、設営がめちゃくちゃ楽。あ、そうなんですか、はい、結構がっしり一番楽です。おお、へえ。いや、でも実際に建てるとなると結構、いや、もう簡単です。簡単ですか。設営と撤収、はい、すごく楽。あ、そうなんですか、うん、なんか結構しっかりしてるから時間かかりそうやなって第一印象思ったんですけど、あれだったら今から落としちゃいますけど、あ、実際に落としてくれます。もうぜひよろしくお願いします。簡単に。はい、テントス、こちらのお店のオーナーさんが今実際、田中さん。ここでテントを今からちょっと回していただくんですけど。はい。いや、なんかめっちゃ可愛いんですけど、色合いとか。白いと、カーキ。ボールを立てて、左右に。あ、一本だけ真ん中にポールが、もうすごい。結構でかいですよね。え、そんなに大きくないですよ。3メーター角ぐらいだ。あ、ほんまですか。ここに立ってるかってことですか。結構中に入ったら居住空間は広いと思います。全部が有効スペース。あ、かわいい、色合いが結構私好きなんですけど。いや、でもこんなにバラすのもめちゃくちゃ簡単。今一瞬でパンって落ちたんですよ。もうこれでバラバラの状態ですよね。もう一枚グラウンドシートがある。はい、グランドシートを引いていただいて、うん、その上に乗せていただいて、うん、四隅だけペグダウンして。あ、うん、四隅だけ、はい、四隅だけ、はい、今度畳むとき、うん、四隅だけ残してください、うんうんうん、あ、そうすることによって、はい、あ、すごい綺麗に、一人でも一人で立ちますよ。綺麗にね、直せるんですね。こう
ういうふうに四角になって半分に折って半分に折って丸めてます。それでもう撤収完了ですか。これは分かりやすい。すごいこれは分かりやすい。これはすごい分かりやすい。まあ、あの立てるときは広げてもらって、はい、こっちが下です。これに対して直角でないと入らないんです。ちょっと斜めになると引っかかって入らない。ははははですからこれを入れます。細いやつが入ってたんですか。これ鉄の棒です。あ、もうしなりがない。あ、本当や。普通のテントの、あ、めっちゃしっかりしてる。これしなりますから。あ、これがしなるんですか。しなります。じゃあ目標計算とかも本当にしっかりされて、これをずらして直角にしたらスッスッと、あ、こっちの状態だと入らないです。あ、本当や。ずらしていけないです。直角でほんまに T 字型。そしたら上から入ってるかどうか見えますよね。あ、なるほどね。あ、本当や。ここで同じように入ってるか、入ってるって分かるんだ。めっちゃ手触りと、めっちゃ、私も今思った手触り最高。これは買った。手入れはいりますけど、うんうんうん、一番長く使えますよね。加水分解とかはない。加水分解しないし、破れても縫えますかね、うんうん、あ、こういうふうにセット、はい、セットして、はい、このまま上から落とすだけ。こっちの手を外す、あの外すのに、ね、おお、これが真ん中のストッパーになってるんですね。ここに、はい、あ、スライド。ほんでもう一回確認していただいて、この状態でちょっと上きれいにします。ほんまや、しなってる。めっちゃ不思議あんな硬い鉄の棒が。これ立てた状態ではセットしにくいんで、ほう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 、もう天井を先にきれいに張ってしまって、はいはい、すごい、この状態で、ポールを差し込みます。これ上下がいい、どっちか、どっちでもいける。ちょっと手前に引きながらゆっくり引いてください、はい、あ、上げてやって、ここに引っ掛ける。ああ、中にポッチが、うん、はい、このポールに下の金具を刺す。あ、なるほど。わ、すごい。こっちからちょっと重いので、あ、ちょっと向こうに押しながら立てる。おー、ここに引っ掛けてあげます。で、ここは必ず手で切れてやってください。おー、すごい。金具にポールを入れるんじゃなくて、ポールに金具を、あ、これに入れる。はい、いや、よかった。で、あとは間を打ち込んでいきます。あ、はいはいはい。こういうふうに引っ張らないと、ね、あ、ここ踏んじゃったらここやられてくる。あ、直角になるイメージで打ち込んでいってます。あ、なるほど。そしたら立ち上がりができるし、雨も入らない。え、雨にも強いんですか。強いです。これは簡単びっくりしますね。で、これツーポールなんですけど、中がね、めちゃくちゃ広いんですよ。中入ってもらったら広ー、圧迫感ないです。へー、すごいな。もう立ちましたねすごい。これはめちゃくちゃ簡単ですね。初めて立てても20分あったって言ってます。うん、これはすごい。今まで普通のドームテントとかってこうしなりを利用したりとかですけど、うんうん、ここにしなりをつけたっていうサイドにね、すごいな。174センチあるんですけど、お、これ2メーター、まっすぐね。あ、中が
すごい天井高い。でしかもこれ物置きに、あ、これも全部ついてます。全部セットで売ってはるんですね。で4面全部ミシンの。あ、三角に開くの。まあ、ちなみにこうカメラマンさんも含めて4人入ってますけど、すごい。こう手広げる。すごい。手広げる全然。めっちゃ広い。これはすごいな。え、これで何人用ですか？カタログ上は6人ですけども、うん、まあ、2人で使いはる方も多いです。今もグランピングみたいに使うので、中に手テーブル入れたり、ここにドンって置いて左右にこう置いてとか。ああ、なるほど。めっちゃいい。これはリッチ。これはリッチ。でやっぱこう端っこまで使えるんですよね。そう、あ、確かに。こうドーム型だとこう立ち上がってるんです。こうなってるんで、あ、ここ使えないんです。ここね、デッドゾーンみたいに。ここのスペースは使えないんです。なんかね、隅から隅まで、めっちゃ広いですよこれ。めっちゃ肌触り。サラサラ。これはいいっすね。でしかもこう大開口にできるとね。なかなかこんな大開口の。メッシュも細かい。絶対快適。ねえ。あと、じゃあメッシュなります。なりますか。あ、本当や。こっちからからも出入りできます。あ、こっちからも行けるし、そっちからも。あ、これがもう全部窓になってるんですね。そっちからは窓です。で、こっちが窓。これが扉。扉。で、これも扉。あ、もう一個窓。はい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 。あ、なるほど。ここからね、開くんですね。わあ、これいいなあ。これ欲しいな。いや、これいい。こういう風な形で全部開けてやるとめっちゃ涼しいですね。こっちも開くんですね。背中に座った場合、外から見えず風が通ります。あ、こっちもこの辺まですればね、この上の部分まですればね、風が通るけど外からは見えない。見えない。あ、で、前の、フラップ斜めに落としてやってるんです。あ、うん、そしてここをメッシュにやってやれば、はいはい、向こうから見えなくて快適にする。なんだろう、もうゴロ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 できる。全部見えへんからね。で、実はこのマットもオリジナルなんです。あ、そうなんですか。今引いてるやつですか。引いてる。シャッターがね。はい。あ、なんかひっついてますね。スウェードの。すごい。これ一回ひっくり返してみてください。はい。あ、リバーシブルですか。いえ、これでずらしてください。すぐ動くでしょ。はい。あ、ひっくり返した。全然動かないです。めっちゃいい。え、すごい。意外とこの下のマットにスフェード目ついてるのがないんです。ないですよね。すごいツルツル滑る。でなおかつ通気性。そう、なんかあのお支払いで洗濯してます。へえ、洗濯できるのはでかいですね。寝てる間にここに落ちるんですね。この間にね。そうそうそう。なんか冷たいな、硬いなってる。これはいい、めっちゃいい。ふわふわしてるし、で、このサイズで作ってもらった方は、はい、座布団として使ってもらってますし、確かに、あの並べたらコットの上、はい、2枚置けば、はい、ジャストサイズ、ちょっといいですか。これがね、ちょっとこのサイズですね。鳥山さんはちょっとはみ出るかもしれないですね、2枚やつ。いや、でも2枚でも十分ですよ。あ、ほんまですか。ほら、あ、ほんとや。だから意外にここにコットがある。あ、コット。あ、小川さんのコットや。あ、この状態で一度寝てみてください。あ、ちょっと何もなし。あ、失礼します。うわ、すごい。あ、でもすごい広い。これ私が持ってるやつより全然広いですね。で、これ今
高くしてますけども、はい、足の差し替えで低くなります。あ、なるほど、ローでもできるんですね、はい、いや、めっちゃジャストサイズこれすごい。いや、これやばいいや、これ寝てる、これ朝までいけるやつやもう、あのこういうマットの下絶対に滑るんです。滑ります、滑ります。滑り止めがあるんで、なかなか滑る、全然滑れへんし、こういう状態にあったのと、ひっくり返したときの状態で、すぐする、もうあかん、これ絶対寝て起きたら、もう落ちてる、痛くなってるやつ、痛くなってるやつですね、下どこ行ったみたいな、そうそう、あれってなるやつ。いや、全然違う、この滑り止めで。あ、今ね、ここを作ってくれてはる、はい、業者さんが来ました。あ、ぜひお話を、お話をお伺いしてもちょっと、え、北沢株式会社さん、はい、北沢株式会社、どこにある会社さんなんですか。大阪の東淀川区に。あ、東淀川区、じゃあめちゃくちゃ近いです。もともとこういうのを作ってはったんですか。あ、そうです、もともと寝具 の販売卸売業をしてまして、はいはい、この通勤性のいい素材っていうのがアウトドアで、はい、あのとか車中泊とかに、あのいいんじゃないかっていうのもある、ちょっとレンタルされてる寝具屋さんにその話を聞いて、うん、そのこの素材が、エアラッセルって素材なんですけど、うん、まあ、これを使って何かアウトドア あのショップさんに置いてもらえないかっていうのをあの伺ったところ、まあ、ちょうどいいサイズでホットに合うサイズでっていうのでテントさんが扱ってくださっているっていう。なるほど、はい、そうなんですね。テントさん以外の、はい、今テントさんのみ、あ、テントさんのみ、はい、のみの販売です。独占販売これはでもめっちゃいいですよ。テントさんはね、そういう嗅覚がすごいんですよ本当にほんまやばいですね。あの村の鍛冶屋のテグも初めてですよね、はい、西日本で、そう、西宮でエリゼステック初めて取り扱ったのがテントスさん。すごいんですけど。コディアックキャンバスもテントスさんのみ。これもテントスさん。いやー、すごいですね。これはすごい。で、店長様がこの滑り止め加工をつけられた方が滑らなくていいんじゃないかっていうので、うんうん、まあ、オリジナルで、あの、まあ、別注で作らせていただいているっていうことです。へー、これはほんまにいいと思う。滑り止めはびっくりしました、この違い。通販番組みたいになりますけど、これちなみにおいくらですか。1枚5500円。じゃあポットと含めても、まあ、2万円ぐらいで揃うって感じですね。確かに、もう寝心地も止めるんやったらいいですね、はい、もうポットで寝る人はぜひ寝てみてほしい。私今もう寝そうだったから。めちゃくちゃいいっすよ。これはほんまにびっくりしました、初めて。これ中のクッション何使ってるんやろってめっちゃ気になる。バタじゃないですもんね。バタではないで、ポリエステル繊維ですね、はい、これはすごいわ。これいいと思います。底付き感がないんですよ。底付き感って言って、こう座った時に地面を感じるんですよね。あの分厚い綿とかでも、うんうん、その綿の処理が甘かったりポリエステルの構造が甘かったりするとドンって、うわ地面感じるな、うん、でもこの周りはふわふわみたいな感じになるんですけど、はいはいはい、これは底付き感がね、これがほんまにない。最初収納サイズにこだわってそのシート1枚でしていたんですけど、そのテントさんの話を伺ったところ、ちょっと底付き感があるので2枚重ねてこのサイズ3センチの厚みにしてはどうかっていうので開発された商品が今回こちら。いやもうめっちゃテントさんすごいこれが高価算するわけですね、2枚。はい、あ、なるほどね。いやでもこれめっちゃいい。あのね、あのハンモック履くでもめっちゃいいと思う、これすごい。で、それは新商品ですか。そう、こちらはちょっと開発中の商品で、まあちょっと見せられないみたいな、公表できないやつですか。でも北沢さん、
今から注目。注目ですね。めっちゃできると思います、これ。ありがとうございます。これはいいと思います。あの、滑り止めかっこめっちゃいい。こちらはもう、店長様の、店長様のセンスをお借りしての商品なので。そう、弊社を得意に。ママシモンみたいになってますよね。いや、もうほんまでもいいと思います、私は。実際寝てみて、本当に寝れそうやったもんね。一日、一晩過ごせる。このクッション性があると思います。ぜひお店に来て実際触ってみて購入していただけたらなと思います。こちらこれはいい。これ座布団にも使えるし、こうやって2枚置いたらコットンにも使えるし、ハンモック履くも絶対気持ちいいと思う。欲しい。買ってください。これ欲しいですね。買ってください。この YouTube の収益で買ってください。あ、そうですね。